おはようございます。ソロバッテステーションのジャンジャンです。なんか近い気がするまあ今日はちょっとボートレースの気分なんですよね。さあ行くぞ。中盤にねここ並ぶとなんかねあんまいい番号じゃなかったから、たまには早めにと思って56番で並んでみました。うん、前の人315とか、うん、どうしよう。よろしくお願いします。2桁。あーマジかー、あまり変わんないじゃん。いや本当はねモンキー打ちたいんですよね。4500発取れなかったんで、ちょすぐちょっと打ちたいなと思ってたんですよね。おはようございます、お願いします。おはようございます、お願いします。いくぜ。取れたー、イエイ、よし。やっぱねバラエティにあるからちょっと空いてるかなと思ったんですけど、取れました。もう新天モンキーありがとうございます。あーよかった。風エブリー、なんとか、後方集団の先頭でお店に1台しかないモンキー取れました。いい結果残せますように。まあ、死んだ力でも打ったんですけど、まあ、死んだ力もねそこそこ球は出たんですけど、4500発出せなかったので、今日はそこを目標に打っていこうと思います。僕神スペックだと思ってるんですよね今回のモンキー。歴代で一番いいんじゃないかな。319分の1、そして、まあ、突入率はね 50% なんですけども、通常でもちゃんと1500発取れる。初当たりのアルティメットバトル勝利すれば新速ラッシュ入りまして、そこでトータル継続率 81%、 1回の当たりの継続 70% なんですけど、ザンオリューの当たりを加味すると 80% になると。で注目演出、懲罰ビッグウェーブ、懲罰全開、あと月夜背景、あと37天杯。とりあえず懲罰全開さえ入ればなんとかなるかなと思ってます。あ、ストック取りますね。これボタンバイブはなし、ストックは取ってくれるでしょう。文字は開いた。これ分かりやすくゲンさんで例えると、あの貝が炎、全開で演武、バズ全開で原演武で、全部光ったら極限演武だと思ってもらえれば。なので、まあ、ゲンさんと同じくバズ全開の時点でボートレース歴前半以上の歩行だと思ってもらえれば大丈夫かなと思います。文字の法則的には、先にバズがあの点灯したら、その他後ろの文字は絶対点灯するよって法則あります。あ、ランクアップだったら赤ホールだけど、あ、赤保留バイブレ、あーバイブない。ランクアップと金だけど、ランクアップと金だよ。あー金、あたたたたたたた、8割超えたぞ。ちょい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 、説明してる場合じゃない、集めたつ潜在力で金保留は出なかったですもんね。これだ、赤ずからに変わってくれたらな、当たりまだしまで残るからな。バツで、ギジリでしょ。あ、ギジリな、ギジリでいく。いや、ほぼ大丈夫だと思うんだけど。赤くなれ、ここでもう懲罰戦勝っちゃえ。 OK、 いや揃っただろこれは。さあ、いきなり出ました、討伐全開65番です。タイトルの金が出てきてくれたらゴードレースリーチですね。ブルッテルー、よし、金勝手。ただこれタイトル金出てないので、これボートレース率の後半ですね。浜岡が乱入しなかったですね。いやでも金が1個あるんで十分。あ、もう金2個、これもろた。優勝おめでとう、通して2500円。今日は当たり早いよ。で、ここからが、ここからなんですよ。前回3連単やらかしたんで、そろそろ習得してほしい。 50% で新速ラッシュ突入です。で、見るところは最初の一番人気の相手と自分の順位です。一番人気の相手が洞窟じゃなければ熱いです。でね、いいところが1500発も絶対出るんで、洞窟以外、うわ、洞窟だよ。
3番人気洞窟だった場合はね怖いんで、もうここでトップスタート決めたい。ピストンが少しでも動けばチャンスアップです。タイマーと同時に動いてくれピストン、オッケー動いた、トップスタート決めろ、よっしゃいった、これでもう3000歩近く、とりあえずオーケー。今日は一発で入りましたよ。タイトル画面でのフリーズ、そしてえのきさんに勝つ、対戦相手で青島さんが出てくる、この3点です。でここから継続はちょっと3枚動いちゃいますけど 70% で、継続で残保留1個もらえるので、そこで 2.6 分の1引っ掛けて、それが 70% だった場合4500になります。 70% 継続と残保留の継続込みでトータル 81% を実現した形になります。いきましょう。偶数よりも奇数の方が継続優勢ですね。 OK、 いよいよ奇数で、ここでもフリーズしたい。ここタイトル、白、赤、金ってあります。まあ、金はほぼ大丈夫です、95%。 一番人気、えのきさんやめて、あ、まあまあまあ、洞窟なら洞窟でね、71% ですね。でさっき見たくトップスタート決める、 V モンキー決める、ぶっちぎり、この3つは濃厚パターンですね。ピストン動かない、スタートはあー決まんない、えのきさんやっぱ早いな、スタート。さあここでえのきさんと競り合ってくれれば、えのきさん来て OK、 えのきさん来て、よし継続です。きれい、マジで速いですよね。大きいシャッターじゃん、これ。一応次は赤疲れで止まるんで、これも4500なんですよ。珍しいの出た、もう一応4500です。あざっす。でやっぱりえのきさんにね勝つ4500見たいですよね。あ、止まった。さあ GO エクストリームバトル、フリーズしたら4500なんですけど、ダメ。これ必ずね残保留入れてくださいね。ガモーさんとかがいいな。あ、やっつい浜岡、これもろさですね。自分の人気以下の人に負けることはないので、逆に浜岡さんじゃなければもう勝利濃厚ですね。これなぁ、畑野勝ったら6-5ってことでしょ。これ6-5全で勝ってる人すごいだろうな、熱狂しますよね。勝利、何もなくても勝てる。あー偶数ちょっと嫌ですね。さあ文字は銀、文字白デフォルト。いや一番人気すげえ大事。あー悪くない、えのきさんじゃない。自分の人気の下の順位にえのきさんがいる場合はえのきさん来ても勝てるので、すなわちそれで4500なんですよ。こういう時えのきさん欲しい。あ、トップさん決めるかな。あ、決めなかった。えのきさん、これデフォルトのパターンですね。道具地か、ちょっと怖いですね、偶数なんで。ピスト動けって、あ、動かってきた、ぶっちぎり。見てください、もう7500です。この安定感もすごくないですか。全部10なんでポンポン玉が出るんですよ。 OK、 熱い、あざさ、浜岡さん、ゴーゴーゴー。さあ一番人気は、あー、えのきさんとかもうさ、あー、これ怖い、加藤えのきさんに。いや、これトップスタート決めた方がいいと思うんだけど、これ決めなきゃまずいよな。動け、ピストン、オーケー、動いた、頼む、トップスタート、えのきさんに勝て。あー、えのきさんの方が早い。ここえのきさんと競り合ったら熱いけど、オーケー、えのきさん来てきた。じゃあガモーさんか、オーケー、熱い、85%。 いや、このパターンなら負けれないよ。でもチャンスアップないけど大丈夫か、抜けない。このチャンスアップパターンでやめてほしいですね。 OK、 V モンキー、 V モンキー、 OK、 勝て、吹いた。これね、チャンスアップ箇所と対戦相手の法則覚えてればクソ面白いんですよ。
いや、畑野くん輝いてますね。決めろ、よし。いや、モンキーね、この速さとこのひりつき、あのボートレースやってる方はマジでこれハマると思いますよ。6、2、3、ダメ。いや、6、悪魔の数字。なかなかチャンスアップ出てこないんですよね。さあ、何番人気だ。3番人気でもガモーさんと浜岡さんなんで、まあ、対戦相手的にも85倍以上ですね。さあ、トップスタート、2、1、どうぞ。トップスタート、6号艇はスタート決めんと。あ、デフォですね。ガモーさんかな。あ、ガモーさんか。まあ、そう、なかなかね、浜岡さん出てきてくれないんで。動いた、いいよ。はい、抜こう。いいよ、いい位置にいる。いい、刺されるだって。刺されるなよ。でも絶対この形だったら6号艇有利だからね。いけ、よし、よしよしよし、頑張れ。ゴール。うわー、マジかよ。なんで今で負けんだよ、今の形で。一番5000発いったけど、6号艇が1着だったら復活あたりです。あ、365、高めだな。で、ボタン折りもあって、ボタン出てきてくれて完成すれば復活なんですけど、復活しないっすね。ガボーさんに負けんのか。ちょっとうーって感じで負けたんですけど、まあ、でも朝一1万5000発出ました。機材の準備とかもしてたんですよ。で、今の時刻9時50分っす。もうどうせだったらこの流れに乗って、今日は3つのうちで2個ぐらいはお見せできたらなと思います。僕も本当一時ボードレースハマって破産してるんで、今はほぼやってないっすね。あの YouTube でレースを見て応援してる選手がどうだったかなって見てます。さあ、スタートしました。3号艇、4号艇、5号艇、おーっとみたいな、あれがすごいっすけど、俺。ラストは3番、原村。以上、こちらのチャレンジでした。で、これ、小当たり取ってて、通常画面戻って、だいたいこの辺で1、2、3って打ったら、だいたい30個ぐらい取れます。うまくいくとね、45発取れるんですけど、あのフーンってあの1000回まで来たらあのロングアイキャッチなんで30発チャンスですね。これあのチリツボなんでやってみるといいと思います。なかなかね、入賞時フラッシュ、この、ああ、いいね、フリーズ煽り。これフリーズ煽りで新大陸でもあったんですけど、長ければ長いほどチャンスで、そこからいきなり超爆全開飛んでくることもあります。赤ずから、赤ずからがいい。あ、なかった。さあ、ボタブルは来なかったですけど、早いな。オッケー。赤捕虜に変わった瞬間化けるからな。バスまで行っちゃう。ああ、前か。まあ、ロングリーチ以上。あ、でも分からないんだ。ギリさん行くかも。もっともっともっと。あ、行かなかった。ボートレース前半ですね。このまま強まっとっちゃえ。取んなかった。しかも目も置いてない。で、ニズガラはボートレース位置後半に行ったら大当たりの方向になるので、赤タイトルとかで、ね、絡んでくれたらその時点で歓喜ですね。2と6はね、あの強リーチ行ったら大当たりの方向になります。あたどー、走りきれ。あー、転覆。ズガラ法則の覚え方は前も言ったんですけど、意志が弱い二路強しで覚えてください。1、4は弱リーチ行けば大当たり、2、6は強リーチ行けば OK。 再プレイが止まらない。もう満発になっちゃった。3000発入れちゃいましたよ。伸ばしちゃった。まあ、大丈夫ですけどね。逆にまだ満発ある。パーパッパーパラパッパーパーパッパーパラパッパーパーパッパーパラパッパーパンパパパパン、トゥ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 。さあ、これで500回転になったので、ちょっと自分からアクションを起こしたいと思います。シンプルモード。このモードは、まあ、先読みが発生するとチャンス、書いてある通りなんですけど、他の台に比べて格段に熱くなるわけではないです。だいたい先読みが来たら 22% で、文字ストックを取ったら必ず3文字×全開まで分けます。近い先読みでいうとガンツのあの先読みアップ的な、先読みがせなくてスーパー行くよぐらいの感じで見てるといいと思います。
朝一当たってなかったら今頃とんでもないことになってる。気づけばもう700ハマってるんですけど、あの初当たりの速さは何だったの。弾ももう4、もう3000発ちょっとしかないですよ、あんなあったのに。おし、やっと入ったよ。ドラゴンクラッシュ、白です。弱いんですけど、変動開始に炎がブワーッとなった時点で9パーなんで6割超えます。おー、真ん中赤、20パーある。真ん中7とかで何か割ってくれたら6割超えますね。なんならボタンもバイブと欲しいですけど。あ、ここか、ここか、 OKOK、 頑張ろう。いや待てないよ、当たってよ。オッケー、この時点で3つ目まで絵の子です。しかもさ、2点敗だからこれ後半発展したら当たるんですけど。いや頑張って、超取れ。ってことはリーチ中にバスを取るのか。超は取れないよな。2点ですからね、これ法則あるところなんで、ここ赤で目も置いててもいい。緑、じゃあ目も置いてよ。燃えてない。あーでかいな、ドイフォルト。あー、江戸さんか、転覆しなきゃ当たるよ。整備したっしょ、頑張れ頑張れ。そのまま走ればいい。いやこれプロペラちゃん頼む。プロペラ、黄色のペラが見えれば 25%。 あー、久々のチャンスだったんですけど。まあでもシンプルモードこんな感じです。別に後半って濃厚でもないし、惜しかったですね。やっと温まってきたのかな、700超えたところで。あー、そんなもんだよね、人生。やだそりゃ弾減るわな。3時間当たりなしは弾減るよ。3時間ぶん回してたもん。そんな変わる。手のひら返されてますね。おお、来た、来ましたよ、2回目の先読み。しかもフリーザー折ってる。いやボタンバイブしてっていうか、なんだかいい。あー、行っちゃったな。バイブは、あー、バイブしない。もっともっともっと、まだ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 。超抜展開、そのまま行け。超抜展開、飛んでこい。はい、まあまあ、抜展開なんで、ボートレース前半まで行きますね。頼むよ、ハマりから救ってあげよ。もう超取れ、超快。全一歩ずつですね。さあもう一回、おし、落ちてきた。回んなかったけど、いや落ちただけで十分。最近の中でズバ抜けて熱いぞ。おお、キック入った。超行くんじゃない。わあ、超行かないのか、超行かないのか。でもキムはいい、65%以上大体。ここでも超いっちゃい、超罰全開。よし、これは欲しい。やっとですよ。今当たればまだ持つ球です。お願い。ここだとゴールドレースもあるんで、ムービー流れたらいいんですよね。どっちだろう。ゴールドレース行ってくれたら最低でも NFT でも 70% あります。道口のボトラス後半か。え、スミちゃんデフォだったな。テロップ入ってないけど大丈夫。浜岡絶対いる、これ。あー、いない。じゃあカットイン金とか。うわー、赤1個大丈夫かな。6号艇頑張れ。い
や、そうなるよね。そうなるわな。復活パターンまだ見てない。ペロペロ消えてった。予告までだったら当たるかと思ったけど、リーチで泣かされましたわ。ちょっと一ラッシュ。おい、どうした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 。お詫び、お詫びまた、いや、お詫びでしょう。なんか赤いけ、赤バイブだったらお当てのこなせ、白でもジム 70%。 あの、オッケーオッケーオッケー。これ外されたらさすがに心折れる。はい、いや、あ、これで発展したら1なんで、あのジャックリーチ行ったら発展濃厚になるんで。あ、嘘、このまま行くの。うわ、チャンスアップっす。え、大丈夫これ逆に。え、これは不安なんだけど。しかも道具でリベンジできるぞこれ。ランクアップかな、ストックか、ストック、これ金、金かな。でも1個足りないでしょう。あ、 OK、 当たると思う人。はい、これいけると思う、さすがに。金が入んないんだったら全部赤じゃないとちょっとだけ怖い。でも展開的には大丈夫だと思います。だからさ、すみちゃん違うんだよ。あ、でも1個でしょ。いや、もう入っちゃえ。いや、なかなか来ないんですよね。金カットインで間違いないで、赤2個。いや、モーター勝ってろ、洞窟スペシャルで勝ってくれ。よし、お詫びありがとう、祝福エア。ありがとうございます。827回転、持ち玉残り1102個、まだプラスです。よっしゃ、入れましょうか。さあ、いきますよ。ノーモア道具、ノーモア道具。おきゃっ、70% ある。ガモーさん待ってたよ。しかも2番人気だし、ガモー再開の当たりだ。トップスタート決めてしまえ。動いたね、トップスタート。よし、今日50%は取れる日だ。3000%ありがとうございます。111 OK、 いいよ。あ、赤だ、これチャンスアップバージョンです。ここでね、フリーズで V で切れたらね、フリーズなんですけどね。さあ、一番人気はガモさん。赤でもう 80% 超えてるんで負ける要素はない。 OK OK、 トップスタート、トップスタート。あ、行かなかった。いや、これ青島さんかえのきさんで、えのき来い。まあ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 、そうだわな。いや、ガモーさんね、たまにやらかしたら怖いんだよな。 V モンキーしなさそうで怖いんだけど。カットインなかったけど大丈夫？あ、風来ました。危な。いや、4500ね、低音ストックとかね、フリーズ見たいですよね。僕もお見せしたいです。あ、金だ、 95% ゲート君濃厚じゃないんで、ここ気をつけてくださいね。えのきさん、あ、えのきさんがいいな。やばいと思ってもね、たまにエア吹いてくるんで、多分これさ、 V ボッキすると思うんだけど。あー、いい風、ゴーゴーゴー。さあ、デフォルト。まあ、大体ね、あの、デフォで継続するんで、ここそこまで気にしなくていいです。対戦相手は、あー、悪くないですね。道具地か浜岡か、できれば浜岡がいい。5000バトオーバー、トップスタート、決めれない。浜岡来たら 95% なんだよな。浜岡、おっしゃー、 95% ゴール。さすがに勝てるよ。1位。さあ、ナンバーワン行こう、ナンバーワン。
なかなかなフリーズしてくれないな。一番人気、うわ、えのきさんだ。いや、えのきさんでも勝てるんですよね。でもこれ怖いからトップスタート決めてほしいな。あ、ピストンないけどトップスタート、よし、うまい、よく頑張った。4番人気からやっぱ大外はスタート命ですね。最初のフリーズ、えのきさんに勝つ、青島参戦、あと最後の10ラウンド終了後の金シャッター、まあ、ここが金シャッターは今日出したんですけど、他が見たいとこですよね。よし、イロンって 20% だからな、5回に1回来るんですけどね。ちょっとこのパターンがまずいんですよね。もしこれ継続してるんだったら取ってると思うんですよね。でこういう時にえのきさんはやめてほしい。だから願うのは今入れた残保留で 70% を取ってくれてることを願うしかないです。いや、これトップスタート決めたら願いよ。いやですよね、えのきと競って、あーでもだ、これえのきさんだ、怖いよ。でも勝ったら4500です。いや頑張れ畑野、抜け、さあ万発超えました、頑張れ、お願い、 V モキ、 V モキ、いけー、勝った、終わった、4500、すえー、いやまだ分かんないですけど結果261で、これタイマーが止まってないとかって違和感もあります。あ、ボタンこれない、よし、テイオスト4500、勝ったー。残保留も、70% の、継続の方を取ってました。やっとお店できて、できれば気持ちよく勝ってほしかったですけどね。よかったー、いやー、お店できましたよ、帝王ストック。これで2個お店できましたね、金シャッターと帝王ストック、いやありがたい。いや、ハータンのスタート上手だ今日。いやありがたい。うわ、でも次も立ってたか、フリーズしたいから。いや4500取れたらでかいっすわ、やっぱ早いっすもん。おし、一番人気ありがとう。これ朝に並びましたね、これで連チャンス。いい風吹くね、他のメーカーさんに比べて。あ、グランドスラム全部勝ったんだ、これ次継続費、あ、4500度。で、朝が1万5000発ぐらいで終わってたので、今継続なんでそれ超えますね。頑張って2万発目指したいと思います。いや、こんだけ出たらもうハマりも怖くないですよ。一瞬です。もう12分です。いや、これをね、あの時したかったんですよね。新大陸で。もう新大陸で入れた部分まくってますよ、これで。赤津から来ないかな。ああ、2か、 V は切らないですね。一番2機、あ、いい、スタート切れよ。いや、ちょっと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 、むしろえのきさんがいい。えのきさんダメか、否定しちゃった。あっ、大島来た、4500。え、これ2万発超えますわ。やべえ、初めて出した。ラッキーガール青い服の青島ちゃんです。やばこれちょっとレアっすね、青島ラムストックで。帝王ストックはそこそこ見るんですけど、なかなかないと思います。いや、よく展開ついてきてくれましたよ。トップスタートだよ。もう SG レーサーっすわ、これは SG レーサー、もう出玉が止まらないっすよ。
段級6でこの出玉久々ですね。いやありがたい、もっともっと。 OK、 緑図柄は大歓迎。もうならここの部位も見せたいけどな。さあどこ行ったりだ。うわ、えのきさんとかもうさんか。いや勝とうよ、次はちゃんと復活じゃなくてグランドチャンピオン。これ勝っちゃいいのか。2番バットレインボーに変わりました。2、1、グラちゃんだよ、ハタのグラちゃんだよ。年末に行われるお祭りだよ。誰だ、うわ来たよ、グラちゃん勝たないと。頑張れ、食らいついてけ。いやいい差し入ってんな。まだだまだだまだ、諦めんな。ここでうわカットインもないの。はたなグラちゃん取れ。えのきさん強いよ。これで261だもんな、タイマー止まってるし。ボタンはなさそうっすね。21,135個、十分です。グラちゃんまでチャレンジできたんですけどね、さすがにエドクさんは強かったっす。テイモストックも取れて、青島ラブストックも見せてきて気にしちゃった、もう悔いないです。まあ、今松田の計測が終わりまして、21,072個になりました。投資がですね、625玉なので、2万発以上浮いてます。もう持ち玉的にももう十分なのでここで終わろうと思います。身体力の方と合わせて見ていただくとより、分かりやすくなるかなと思うので、よかったら身体力の方も戻ってみていただけるとありがたいです。ぜひ騙されたと思って一回打ってみてください。皆さん明日も良い一日を。さよなら。平和島行こうかな。はい、それでは出玉紹介いきたいと思います。もう本日もこちら海ですね。僕最近ここの戸塚さんの海すごい推してるんですけど、まだまだこれから当たりがついてくると思います。で続きましてこちら、いやもう戸塚さんといえばここに来ればいいと思います。このライトミドルバラエティ、アイマスとか乃木坂のガルパンとかの U タイム機、取れたらここのボックスも問題ないです。今の海とバラエティボックスで、あと寝台も結構ね力入れてる感じなので、どうしよっかなんていう時に寝台狙いに行くのも全然ありかなと思います。スロットなんですけども結び次第入ってまして、結果楽しみにしてみてください。1階と2階でスロットあるんですけど、あの1階ってケースしがちなんですけど、1階にもちゃんとね出てる台ありますので、2階が満席の場合1階をちょっと掘ってみるのもありかなと思います。はい、以上ジャニアの出玉紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。かたえぶりー。